皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回もボンド大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは、はい、いつもの岡くんです。はい、いつもの岡です。お願いしま す, しますで、はい、今回紹介する車がこちら。はい、ベンテイガ、はい、マンソリーということで。そうです、はい、今回打ち合わせしておりません。だカスタム内容も僕聞いてない。確かに何をどこまでやったか分かってないんで。そうです、もう完全なリアクション芸人として、はい、了解です、はい、やらせてもらいたいと思います。一応、はい、すごいさらっと見えるんですけど、あのマンソリーのソフトキットを全部つけました。もう要はコンプリート、外装コンプリートになってるみたいです、はい、ソフトキットなんですけど、ちゃんとフェンダーとかもやってますし。あ、はい、そうなんだね。そうです。結構ソフトキットっていうと、はい、もうリップでフロントサイドリアっていう感じだけど、リップサイドリア、まあ、上のスポイラーぐらいかなと思うんですけど、意外とマンソリーのソフトキットこうやってホームページで見てみて、フェンダーもあるんだ、ここもあるんだ、ここもあるんだって見ていくと、まあまあな金額になるっていう。金額は全然ソフトじゃないっていう。ただ幅がソフトっていう。そうです。ただそれ、はい、でもうマンソリーもすごいんですけど、はい、いろいろなんかちょっと様子がおかしいところが。まずこの車、はい、まあボンドカーズで、こちらはあのお車ごと、はい、あの車ごとやっぱり買ってもらうっていうのが。そうなんです。もうね、はい、最近岡がね、こうあのご紹介させていただくお車、基本もう車ごと本当ありがとうございます。もう皆さんもう買ってきたんでこれいじってくださいじゃなくて。じゃないんですよ。もうじゃ車ごとこれあるからこれ買ってこれつけてやっといてまさにワンストップでこうそうそうそう、はい、本当にあのこれぞボンドグループっていう改造車が手元に届く素晴らしいシステム、はい、もう面白いです。あのちょっと話それちゃうんですけど、はい、ちょっとお世話になってるお客さんが、はい、奥さんの車を A35 セダンに買い替えようと、うん、お母さん探してくださいって、うん、で色どうしますか、黒がいいです。あ、珍しいですね、黒なんですね、うん、まあ、旦那さんの他の車は全部黒なんですけど、うん、奥さんも黒なんですねって言ったら、あの煽られないようにで、うん、黒の A35 を買って、でも僕いじらんだろうと思ってたんです。じゃあ、いや煽られないように真っ黒しましょうって言ってもうフルブラックアウトすげえ異様な A35 ができてこれだったら煽られないですね。そういうカスタムはありです。あ、なるほど。このご時世、うん、この車ちょっとやべえ人乗ってそうだなって思わせるカスタムを。なるほど。すげえ楽しく、すげえ楽しくやります。アバウトな。そうそうそう、はい。オーダーでもいけちゃうということで。うん、もうあの何でも、はい、何でも言ってもらえれば。はい。というわけで今回のベンテイガがとんでもないことになってる。なんでこのベンテイガ買っていただいた時はグロスブラックでした。はい、あ、そうなんだ。はい、なんでフルラプティング。これグロスブラックから、はい、この、はい、この何だったっけ、まあ、マットガンメタ、はいはい、マットガンメタル、はい、結構、まあ、ラッピング系では結構人気ありますよね、このグレー系って、はい、これでも印象が変わりすぎちゃってて、はい、もうあの前の状態知ってる人だと別の車だって思っちゃうぐらい。あ、そうそうそう、そのぐらい変わってる、はい、だからこのね、こちらのベンテイガ僕がブログで書いたときに、もともとボンド名古屋にあったんですよ、うんうんうん、でその時の写真載せてて、この車がこうなりましたって自分でブログ書きながら見て、同じ車かなっていうぐらい変わりました。で、はい、これラッピングもめっちゃ細かく貼ってあるっていう、はい、そう、もうツッチーさっきこれすげえ色だねって、ペイント純正カラーかと思った。そう、これラッピングなんです。特にベンテイガってもう、はい、とにかくめちゃくちゃ色あるし、あー、そうですね、オーダーで結構できちゃうんで、まあ、あの懐かしいのあのパッションピンクとかもありましたし、ベンテイガ紫とかもありましたし、うんうん、はい、じゃあそれのかなと思いきやラッピングです。そうそうそう、はい、これ超綺麗に貼れてるね。そうなんです。このセンサーとかもそうだし、そうそう、ちゃんとくり抜いて、はい、でまあ今回そのマットにするっていうことで、はい、こことかも全部塗ったんですよ。あ、塗ってあるんだこれ。これ逆にもともとグロスブラック、まあ、メタリックのブラックのボディでここメッキだったんですよ、うん、だからここは全部マットブラックで、逆にこのエンブレム類、あ、これも、はい、これも塗って B マークは一応ちょっと残して、はい、これはこれ塗りですね。マスキングで塗り分けてんの。あ、これ確かね、バラせるんじゃなかったか。あ、そうなん。それからラッピング、あのマスキングかも。はい、だいたいこれ外すっていうのはあんまり聞いたことないけど。あ、そうですね。全部外して、まあ、フルラッピングするときにね、はい、ここ結局外すんで、その時に、はい、やって、その辺なんかもしっかりやってある、はい、そうなんですよ。あ、これナンバーベースもラッピングしてあるんじゃん。あ、ここもラッピングしてます。すごー、
確かに。でもそこってちょっと気になる。そう、意外とここだけ突然グロスブラックとかだとあれってなっちゃって、うんうん、確かに確かに、はい、ちゃんとこうここもラッピングで、なるほど、はい、しっかり抜かりなく仕上げた。岡が言ったみたいな感じですけどラッピング屋さん出したらちゃんとラッピングされて帰ってきたってそうそうそう、もう気が利いてる感じで、はい、そうなんです。そしてエアロが、はい、この辺が全部マンスリーということで、ま、そうなんですよ。まずここですね、はい、こことこのディップと、そう、ここにマンスリーって入ってるんですけど、これも全部マットの、まあ言ったらマンソリーってあの巣穴埋めないといけないじゃないですか、うん、だから何回も何回もクリアを吹いて巣穴を消して、その上にマットクリアを吹いてます。なるほど、はい、じゃあもう仕上がりも間違いなく、ね、はい、フィッティングなんかももうそうですね、はい、やっぱりマンソリーフィッティングはいいですね、はい、もうカーボンの目もうねうねうねとかになっちゃってるとかってまずない、はい、そう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 なんですよ。でここのラインとかもビシッと、そして最近マンソリーこう定番ですけど、この立ち上がるデザイン、ゴーストとか223とか、うん、もうみんなシュッてなるんですよ、うん、はあ、こっち2段になってるんですね、ここ真ん中だけ、はい、ここにあのセンターで入ってで、ちゃんとカーボンが、ね、このセンターのとこから V 字に綺麗に、あとマンソリーのパーツ基本的に全部ドライなんで、そうですね、はい、はい、まあ、変形だったりももうほぼない、はい、もうマンソリーのカーボンは本当フィッティングは間違いないです。で、はい、結構マンソリーもその時代とか、まあ、車によって、はい、もうこってこてのデザインから、はい、割とこうなんていうのシンプルなのとか、はい、そうですね、まあ、あと組み合わせによってシンプルにできますよなっていう機構もありますけど、もうありますね、全部組むとゴテゴテなんですけど、うんうん、そこまでやらんでもいいよっていう、だからそういうのは結構海外のサイトとか見てると、あ、こういう組み合わせもあるんだって勉強になるんで、で、はい、今回割となんかそうなんですよ、ちょっと派手すぎずシンプルすぎずっていう、はい、さらっと言ってるんですけど、でもまあソフトキットで、でここがこう立ち上がったここからちゃんとこれフェンダーもワイドワイド、はい、そうなんですよ。どのぐらいでしょう、大体20ミリぐらい。なるほど、はい、でこれすごいのが、はい、あのつい最近までボンド大阪にこれのさらにワイド版のやつが、ガッツリワイドボディ仕様とソフトのワイドボディ仕様と2台弁天が並んでたっていう、はい、もうあんまり見ない光景、あんまりないです、はいはい、でちょうどこのセンサーのところが、まあはい、ちょっとワイド加減が分かりいただけるかなと、ね、ここが一番分かるかなと思うんですけど、はい、こんな感じで少しだけワイドになって、はい、そうなんですよ、はい、これいいね、なんか結構あのまあ、ベンテガってもともとでけえなって思うんですけど、でけえな、そうさらっとなってるんですけど、うんうんうん、ちゃんとオーバーフェンダーな、あとね、はい、オーバーフェンダーもこう出しすぎると、はい、まあ、それも車のイメージでどこを見てるかなんだけど、はい、すごくいじった感が出る、はい、あ、そう、これパッと見純正かなって言われても結構ね純正でこういうラインのオーバーフェンダーそうそうそうありますからね、はい、本当にちょっと絶妙なところでいじった感を出してると、はい、そう、はい、もう結構さらっとなんですけど、はい、がっつりやってます。そしてこのフェンダーに収まるのが、はい、やってまいりました HRE、はい、HRE P101SC モノブロック、はい、まあ、要はワンピースの、はい、単造ホイール、そうです、はい、これもまた造形が、そうなんですよ、このホイールってパッと見のデザインってすっごいシンプルなんですけど、シンプル、ここのね、この削り込みとか、ね、これこの逆反りというか、はい、内側まで削り込んでる、そうなんですよ、結構細かいところを見るとちゃんとこうエラが張ってるというか、うん、ここもそうですし、ここも抜いてますし、なんかねちょっとあの、はい、筋肉質というか、あー、なんかね植物っぽいというか、うんうん、なんか生き物感が感じます。まあ、オカみたいなあの贅肉をそぎ落としたアスリートのボディみたいな感じはい、なんか結構こういうアメタンのホイールってなんかもうメガメガしい感じ、はい、金属感な感じが多いけど、これってなんかすごく曲線がそう、うん、もうなんかイメージで言うとちょっと柔らかい雰囲気ではあるんですけど、ちゃんとあの細かいところも削り込んでて、近づくで見るとあ、すげえこのホイールってこんなところまでやってんだっていう、はい、で一応その、まあ、元々ボディでこの、マットのガンメタにする予定だったんで、いやグロスにしようかどうしようかって言ってたんですけど、やっぱりあのお客様的にあのこのマットのボディに似た雰囲気がいいってことで、うん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 、で今回ブラッシュドのサテンティントを入れて、でセンターキャップもあのクラシカルなやつじゃなくてこっち の、うん、あの単色の方で、なるほど、はい、これになってると、そうなんです、はい、そして奥のキャリパーが、はい、キャリパーがそうなんですよ、
マンソリーのロゴを入れて、はい、でこの色は、お客様前乗ってた S クーペの時と同じ色に塗らさせてもらって、はい、カーボンセラミックカラーみたいな、ちょっとイメージした感じで、はいはい、あの色良かったなって、そう、はい、じゃあこの色今回もあれにしようとちょっと差し色でやっぱりこうここもグレーでくるともうくどすぎるんで、ちょっとちょっと遊び心で、はい、これが入ってます、入れてます、はいはい、そして、はい、ここもブラックアウトしました、はいはい、サイドのこの D も、ね、はいはい、しっかり置いてあると、ここも入れて、で、まあ、サイドスカート、はい、これマンスリー、これシンプルでいいね、はい、そうなんですよ、純正みたい、これね、これだけつけると多分おかしいんですよ、オーバーフェンダーとラインが合ってるから、そうそうそう、ここから来てて、うん、でフロントもそうなんですけど、どっちかというとこうリアの方がラインからのこう立ち上がりすごいフィットしてるんですよね、この柔らかく広がってきて裾でキュッて絞ってる感じが、はい、マンスリーのエンブレムもしっかり入ってて、はいはい、そしてあとは気づいたんだけど、ここのラインだけボディのドアパネルのこのラインだけ、このラインだけマットブラックにしてます。これちょっとメリハリで、そうですね、まあ、ここがもともとメッキなんですよ、うん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 、メッキでやっぱりこう組み合わせていくんであればさっきの B マークとか、うんうん、その辺マットブラックしてるんで、じゃあここも、じゃあメッキパーツはこの黒で仕上げてると、はい、あとは本当にめちゃくちゃ綺麗に、あ、ここも黒く、ここもメッキだった、元々メッキだった、はい、だ比率はだから変えてない感じで、そうですね、はい、でこの辺もめちゃくちゃ綺麗に貼れてる、はいはい、分からんぐらいです、はい、内側も、はい、へえ、そうやっぱりちょっと綺麗にラッピングって大事ね。そうなんかね、うん、ラッピングもちょっと買い取りの話とか来ると、じゃあ査定しますねってラッピングしてるの来たら、ああこれ剥がさないかなって、で剥がした後のボディの状態がわからないんですよね、査定するときって。だからラッピングがすごい綺麗だったらやっぱりそのまんま僕らも店頭でね、販売させていただきますし、そこはやっぱ急にボンドカーズ的視点ですけど、うん、やっぱりいやでもそれはねすごく重要だと思う。ラッピングでも綺麗なラッピングか、もう汚いラッピングかでは変わってきます。はい、だからもう実際その見て、はい、クオリティで選んでもらった方がいい、の方がいいです、ね、結構値段で選んだりする人も多分中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、なんかもうすげえ安くでラッピングできたよって言われる方もいらっしゃるんですけど、いざ見たら、あ、まあ値段そうだなっていう時もありますし、で特にその手放す時に影響が出る可能性があるんで、はい、まあ、しっかり検討された方がいいかな、はい、もうボンド大阪であれば、はい、もう分かんなくなる、はい、土みたいにこれ塗装かなもう本当にリアルいるって感じ。そうそして後ろも同じく、はい、後ろも同じです、はいはい、これサイズはリアの方がちょっと太い感じかな、はい、あ、いや全部通しです。あ、そうなんだ、はい、そうなんですよ。295、35、23、そうです。だから24でもいいんですけど、やっぱりこうタイヤのムチッと感がしたかった、うん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 、今回23インチ。なるほどなるほど、はい、これもだからさじ加減すごく難しいと思う、はい、あんまりこうペラペラだとちょっとこう自転車みたいになっちゃうし、そうそうそうってなっちゃうんで、ボデットしすぎちゃってもあれだし、はい、うん、だから結構 SUV ってその難しいと思うんですよね。24インチやったら薄くなりすぎるけどその分インパクトありますし、でも23インチで SUV っぽさを残すのもありますし、まあ、最近はGLS とか AMG の、うん、あの辺やったら純正で23とかな、はあはあ、もうすごい時代だなと思って、まあ、その辺のじゃノウハウもあるんで、はい、ご存知だけできるんです。大丈夫です。フェンダー組んでからスペーサー頼んだ。ああ、なるほどなるほど。オーバーフェンダー用、うんうん、はい、じゃあオーバーフェンダー用にオフセットを頼んやったんじゃなくて、そう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 、もともとはベンテーがノーマルフェンダー用で頼んで、うん、あ、なるほど、そうそうそう、そう、結構チューナーはみんなそうしてますからね。そうですね、はい、まあ、基本的には、まあ、むやみに太くするんじゃなくて、そうそうそう、ちゃんと外にこれに合わせて、はい、セッティングしてあるみたいです。あと、お客さんみんなホイール変える、あー、なるほど、その時にオーバーフェンダー用のホイールって売れないんですよね、次が。なるほど、リセールなんかもメリットがある。そうそうそう、はい、そうなんです。そして後ろに行くとこれも、はい、まあ、これちょっと一番この車のパーツの中でちょっとこう攻めてるなっていう、はい、あ、そうですね、ソフトキットなんですけど、うん、この形状的にも、うん、ちょっとこうインパクトあるというか、うん、特に純正のこのスポイラーが、はい、まあ、ある状態からこう重ねてつけてる感じなので、上についてますんで、はい、一番目を引くポイントかなと。でこちらもしっかりマットカーボンで、はい、そうですね、これ横はくっついてるの、横はくっついてるんだね、はい、くっついてます。だからこことここでくっついてます。です。であとここもマンソリーです。はい、トランクのスポイラーもこれもいい形してますね。これマンソリーって、いや別にマンスリー悪く言うわけじゃないんですけど、このね、今撮ってもらってるこのちっちゃいロゴ、うん、
これねなんかチェッチャー、そう、チェッチャー入ってたり入ってなかったりがあって、あそうなんだ、そうなんかね統一してほしいなと。じゃあ同じパーツでもたまに入ってる時と入ってない時ああそうなんだ、そうなんで今回入ってないんだろうとかもあるんですよ、はあ、なるほど、そんな違いも、そうそうそう、でもねそれはもうめちゃめちゃつけてる、ところじゃないとわからない、ああまあそうですね、はい、そういやまあありがたいですけどね。ただこれ結構シンプルデザインなんで、そうだからノーマルそのエアロとか全然組んでなくても、うん、ワンポイントで、まあ、ローダウンをホイール、あと1個何かって言ったらこういうのつけるのがすごいいいかなと思います、うん、純正エアロでこれだけとかでもいいと思う、はい、そう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 、はい、これ結構いいんじゃないかな、そうちょっとこうねデザイン的にも食って張り出した感じで、これなかったらもうのべんとしてるんで、うんうんうん、はい、ちょっとインパクトを入れるにはいいかな、そしてリアもしっかりこの辺が黒くなってて、はい、この辺これもだから元々メッキだったところ、そうそうそう、このライト周りとかね、はい、この辺もラッピングしてしっかり、はい、あここもラッピングなんだ、そうです、これ元々メッキなんでフロントもそうなんですけど、うん、はい、ここも貼るのめっちゃ大変そうですけど、そうですね、まあ僕は貼らないんで貼れないんで、はい、そしてリアのバンパー、はい、はい、これもでもデザイン的には結構攻めてるっちゃ攻めてます、うんうんうん、はい、だからここもマンソリーで、でこことこれ別売りなんで、ああそうなんだ、はい、これ別売りなんです、このディフューザーの下をつなぐ、はい、ここ、そう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 、だからこれなしでもいけるんですよ、ああそうなんだ、はい、あなしもね結構良さそうな形状してます、そうそうそう、そうなんですよ、なるほど、ここも変えれて、あとマフラーエンドも変えます、これマスクです、なるほどなるほど、はい、だからそのちょっとダーククロームみたいな、はい、いやねすごいの発見した、はい、あのねセンサーがねちゃんとカーボン貼ったの、そうこれねカーボン貼ると反応しないんですよ、ね、うん、言ったら電波遮断しちゃう、うん、だからこうカーボンの、うん、カーボン調のラッピングを貼って、うんうんうん、その上にステルスフィルムを貼ってます、うん、はい、これもだから目立ちすぎないように、そう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 、確かにこの前と違って、はい、この中にあるからね、そうここだけ黒とかグレーだったら目立つんで、はい、ここだけ貼ってます、カーボン貼ってあると、はい、でマフラーもさっき触れてましたけど、はい、マンソリーになってます、で実はこれ、はい、マンソリーもマフラー出てるんですけど、出てます、車検ダメなんで、はい、スターテック、あそうなんだ、そうマフラーだけスターテック、でも合わなくない、ケツは合うんですよ、合うんだ、合うんです、算数の時間みたいになるんですけど、うん、スターテックのマフラーに純正のパイプはつくんですよね、うん、マンソリーのこのパイプは純正マフラーにつくんですよね、うん、あそうなんだ、ということはスターテックにマンソリーつくんじゃないかってやったらついたんです、うん、あそうなんだ、そうなんです、だから、うん、スターテックにした理由が純正のバルブを移植するんですよ、まあ、言ったらスターテックってブラバスじゃないですか、でゲレンデもそうなんですけど、純正バルブと同じ動きをするんです、だからスポーツモードに入れるとちゃんとバルブ開いてブワーって結構うるさいです、はい、でも車検も大丈夫です、うん、今くっついてるんで、はい、じゃあもうこの辺の弁定が、はい、マフラー交換したいけど車検も心配だっていう人がもしいらっしゃったら、はい、スターテックかなりおすすめってこと、値段だけ100何万本当にブラバさんゲレンデ用のマフラーもちょっととんでもないけど、はい、そうですね、あれも100、120、140ぐらいしますよね、でもまあブラバスが、はい、まあ、やっぱりプロデュースしているものであれば、そうですね、製品的には間違いない、もう本当にエンドももうほぼ無加工で、ああそうなんだ、マンソリーのとちゃんとドッキングできた、あと一応補足として言っとくと、その車検大丈夫ですよっていうのは、はい、一応車検の基準に適合してますよ、そうそうそう、絶対 100% 車検合格できますよっていうわけじゃない、もう今すごいなんか、はい、あれいけるのになっていうのが言われたりとかやっぱあるんで、うんうんうん、どうしても見てるのも、うん、まあ本当はダメなんですけど、ちゃんと白黒はっきりさせないといけないんですけど、やっぱ見るのも人なんで、うんうん、まあ、中にはそういうパターンもあります、あと経年劣化でちょっと音が聞こえなくなったりとか、そう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 、近接騒音がダメですとか、まあ、車のコンディションでそのマフラーの音量なんかもこう変わったりすることもあるんで、まあ、絶対合格大丈夫ですよというわけじゃないですけど、一応車検に見合ったその基準は通して作ってありますよっていう、ちゃんとマフラーマーキング入ってますよということで、はい、じゃあ続いて内装を、はい、特にカスタマイズしたってわけじゃないんですけど、じゃないんですけど、ツッチが見て見てって言うから、はいはい、見たいですやっぱり、はい、ベントレーって言ったら内装も気合入ってるところじゃないですか、はい、そうですね、この外装に組み合わせる内装はどんなんなんだいっていうところはやっぱり皆さん見たいところかなと、はい、今回これだいぶかっこいいですね、かっこいいです、白で、おしゃれです、はい、でマリナーもしっかり入ってるってこと、そうです、はい、おしゃれになってる、おしゃれです、結構ね、はい、ベンテーガーって意外となんだろう、マリナー抜けって多いんですよ、あそうなんだ、で、あとベンチレーションないとか、は
そうそうそう、シートヒーターだけとかもやっぱあるんですよ。でもやっぱその辺もちゃんと入ってて、うんうんうん、はい、まあ、その辺はもう本当に車と一緒にカスタマイズしてる、はい、あの販売してるっていうところもあるんで、そうですね、厳選した、まあ、ベース車両になってますけど、そう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 、ベース車両のもとに今回みたいに激しくいじるっていうこともできる、はい、できます。いやもうあの最初はなんかこの組み合わせいいねって言って、じゃあもう買うよってなってから色を変えようか。なるほどなるほど。じゃあ確かにカスタマイズまで想定して車を選べるっていうのはすごくメリットなのかも。そうですね、それはなんで結構もうあの最近、まあ、ありがたいことに、うんうん、なんか何乗ったらいいの、今こんなんおすすめですよ、じゃあどうやったらいいの、いやこういうのやってこうやってこうやったらいいんじゃないですか、じゃあそれでっていうのもなるほどすごいありがたいんですけど、はい、まあ、結構その完成をイメージしてっていうのもありますし、うん、ね、もちろんあのとりあえずなんか勧められて買ったんだけどどうしたらいいっていうのもありますし、はい、確かに何でも言ってください、はいはい、じゃあ最後にありますけれども、はい、なんかあのこのオーナー様の周りが今すごく盛り上がってるってことで。そうなんですよ、まあ、もともとねあの S クーペ前のお車やカスタムさせていただいて、で、まあ、知り合いが車欲しい言ってんねんけど探してって言って、そのお友達の方がウルス買っていただいてでウルスも、はい、色2回変えたんですよ。グロスブラックのウルスを、うん、おかくマットがいいって言ってマットにして、で、車検があって、うん、車検ついでに黄色にしようって黄色にしてで、まあ、その黄色にしてご納車伺った時に、なんかスーパーカー欲しいんだよねって、でレクサスの LX、うん、あの新しいやつ、うん、あれが確か5月ぐらいに来るかな、で5月のタイミングでじゃあウルス出して LX 買うと、でまあゴルフとか行くんでじゃあその車で行くけど1台なんか早いの欲しいんだよねで F8 を買っていただいて、で黒の F8 で、うん、まあ、うちの、ね、お世話になってるお客様乗られてた車でカーボン満載のやつで、それ買いますと。で何やったらいいの、いやどうせやったらなんかもう全然負けへん車にしたいって言って、もうね今もう僕それも楽しみすぎて、マフラーもアクラポのいくらしたっけ、400万近い、本当になんか何周年記念の限定の世界30セットだ、32セット。それもう買います。買えます。ホイールはカーボンリブ、AL13。であとこうエアロも伸びテック入れて。それが今めちゃめちゃ楽しい。なるほど。じゃあもしかしたら動画で紹介できるかもしれないということで。で、はい、こちらのオーナー様も。はい、いや買ったらしいな、俺も弁定が次どうしようかなその乗り換えをどうしようかなって、うんうんうん、一応、まあ、車検が次来るときに、うん、じゃあ何にしようかなって言って、なんかそれもどん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 今めちゃめちゃ盛り上がってるってことだ。でもやっぱりそういういじった車同士、はい、知り合い同士で結構こう好きだったりすると、はい、すごく盛り上がりますから、はいはい、まあ、いろんな車を乗り換えていけると、はい、何でもできるんじゃないかなと思います、はいはい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。